1824年のメキシコ合衆国連邦憲法は、1824年10月4日に施行されたメキシコ合衆国の憲法である。この憲法で初めてメキシコの国名がメキシコ合衆国になった。メキシコは代表制による連邦共和国とされ、カトリックをメキシコ唯一の宗教と定めた。 メキシコは独立以来3回にわたって憲法が制定されたが、1824年憲法はその最初のものである。19世紀初め、フランスのスペイン侵入などの事態に対処するため、ヌエバ・エスパーニャを含むスペインの俗領の代表による評議会が作られた。その目的は俗領の統一の維持にあったが、内部対立によって解体した。しかしながら新たに、 憲法制定のための議会が開催され、1812年にスペイン王国憲法が交付された。この憲法はフェルナンド7世によって廃棄されたために、スペインの俗領で施行されることはなかったが、メキシコで起草された憲法や綱領に影響を与えた。ミゲルイダルゴが憲法を書くことはなかったが、いくつかの声明を発表した。メキシコ独立革命の進行につれて、 革命化を統合するための議会の設立と法律の制定の必要性が認識された。1813年9月にオアハカで議会が召集され、ホセマリア・モレーロスによって国民意識が公開された。この文書では、スペイン領はアメリカの独立と行政、立法、司法の三権分立を宣言した。モレーロスは憲法の基礎を目的としてアパチンガンで議会を召集し、 1814年に、アンドレス・キンタナ、ロー、カルロス・マリア・デ・ブスタマンテ、ホセ・マヌエル・デ・エラ・アララの政治家、法律家、ジャーナリスト、進学者らによって、メキシコ・アメリカの自由のための憲法が起草された。しかし、1815年末に副王による支配が、復活したために実際に施行されることはなかった。メキシコ第一帝政のアグスティン・デ・イトルビデが、皇帝から退位した後、 1823年11月7日に議会が召集された。議会には中央集権派と連邦派の2つの派閥があり、ずっと後になって自由党と保守党が形成された。1824年1月31日、メキシコ連邦憲法的議定書が承認された。これは新政府の暫定的な法令であり、新しく生まれようとする共和国の組織の基本点が定められた。 1824年10月2日に、グアダルーペ・ビクトリアが、メキシコ合衆国初代大統領に指名された。1824年10月4日に、メキシコ合衆国連邦憲法の名で交付された。そこでは、先の議定書で書かれていた原理が発展させられていた。1824年10月8日、グアダルーペ・ビクトリア大統領とニコラス・ブラボ。 副大統領が憲法に対して宣誓した。1824年10月10日から1825年3月31日まで、グアダルーペ・ビクトリアは臨時大統領の任にあった。憲法上の大統領に就任したのは1825年4月1日である。1824年憲法は7章171、過剰から構成され、カディス憲法、アメリカ合衆国憲法、 アパチンガン憲法をもとにしている。連邦の体制は19の州、中央に従属する4つの直轄地、及び連邦区から構成される連邦国民の共和国代表によって実現される。1824年憲法は国民の権利について明示的には言及していない。国民の平等は軍と教会の力によって制限される。主要な条文には以下のものがある。 1824年憲法が交付された当時、メキシコは19の州と3つの直轄地に分けられていた。同年変更が加えられた結果、19の州、5つの直轄地、及び連邦区になった。1824年憲法によるメキシコの地図19の州は以下の通りである。メキコ州、グアナフアト州、オアハカ州、プエブラ州、ミチョアカン州3、 ルイスポート市州ベラクルス州ユカタン州ハリスコ州サカテカス州ケレタロ州ソノライシナロア州タバスコ州タマウリパス州ヌエボレオン州コアウイライテハス州ドゥランゴ州チワワ州チアパス州5つの直轄地はアルタカリフォルニアバハカリフォルニアコリマトラスカラサンタフェデヌエボメヒコである連邦区は1824年11月18日に 当時のメキシコ式とその周辺に設立された。1835年に、メキシコの国家の基礎を揺るがす劇的な変化が起きた。保守派が選挙に勝利したことで、ミゲル・バラガン臨時大統領の下で1835年10月23日に憲法の基礎が承認され、これによって、メキシコの第一連邦共和国は終わりを告げ、暫定的な中央集権的体制が成立した。 1836年12月30日に臨時大統領ホセフスところはシエテレイエスを制定し、1824年憲法は正式に廃止された。シエテレイエスでは自由な州はフランスの制度に習った権利を置き換えられ、国家権力をメキシコシティに集中させた。この決定によって政治的不安定が生じ、中央と旧諸州の間は反目しあった。 各地で反乱が発生したが、特に重要なものに以下がある。テキサスの併合と宗教の紛争が原因となり、アメリカ合衆国のメキシコ介入が発生した。その結果、1846年8月22日に、ホセ・マリアーノ・サラス大統領のもとで1824年憲法が復活した。1847年5月21日に、改革法が公布され、 1824年の憲法が多少の修正を加えた上で正式に再制定された。サンターナの復活と保守独裁政治の後、1854年3月1日にアユトラ公領が連邦派の勢力によって交付されて、サンターナは追放された。臨時大統領フアン・アルバレスの下で憲法制定議会が招集され、1857年メキシコ憲法が起草された。 ありがとうございます。